本日は童心雪の広場にご来場いただきましてありがとうございます。今年の大雪像のテーマは疾走するサラブレッドです。札幌雪まつり大雪像制作委員会第一雪像制作部会が制作いたしました。サラブレッドとは馬の品種の一つで、イギリスで長年の品種改良を経て競走馬として作り出されたものです。その呼び名は完全に育て上げられたという意味です。北海道は明治期以降の長い歴史を持つサラブレッドの一大産地で、国内で生産されるサラブレッドのうち約 98% が北海道で生まれ、数々の名馬が輩出されています。北のサラブレッドたちは広大な土地に生を受け、生産者、馬主、調教師、厩務員から我が子のような愛情を注がれて強い馬に育てられ、北海道はもちろん世界で行われるレースで多くのファンを魅了します。この大雪像は疾走するサラブレッドの一瞬を切り取り、躍動感のあるサラブレッドを中央に配置し、背景には風を切って走る競走馬のスピードが感じられる仕上げを施すことで疾走感を表現しています。またプロジェクションマッピングでは、北の大地に生まれた子馬が成長し競走馬として活躍する姿を描いています。夢に向かって挑戦する勇気と希望を感じ取っていただければ幸いです。それでは JRA 札幌競馬場プレゼンツ疾走するサラブレッドプロジェクションマッピングショーをお楽しみください。